ジョッツの後継機種である GCCSM の端末。統合作戦戦術システムはアメリカ海軍が運用していた作戦級の指揮用 C4I システム。1981年より運用を開始し改良を重ねた後、発展型のユスック -119A、d j エンシスさらに GCCS との連接に対応したユスック -119。 EGCCSM によって更新された。現在、アメリカ全軍で使用されている GCCS の基礎となったシステムであり、アメリカ軍 C4I 改革のブレークスルーとして知られている。ユスック -112 ジョッツは、ジェリー・オータトル提督によって開発された C4I システムであり、後にアメリカ全軍で採用される、軍用仕様に関わらず、性能に優れた、 民生品を積極的に採用し、また、後に、コペルニクス C4i コンセプトとして、海軍全体で採択されることになる、システム哲学に基づき、各種のデータリンクや、衛星通信などを次々にサブシステムとして組み込む、ことで、極めて柔軟かつ包括的な C4i システムとなった。なお、このシステムの名称は、その創設者である、タトル提督の名前から、 ジェリーオータトルシステムの略であると称されることもある。1970年代、アメリカ海軍の一部では、ヒューレット・パッカード社製のプログラム可能な卓上計算機によって、潜水艦捜索計画などの立案を行うことが行われていた。当時、すでにもっと大掛かりで、高性能な戦術情報処理装置は配備されていたが、軍政式のそれらの情報処理装置より、 低性能ではあっても柔軟性に優れた HP 射精の電卓の方が優れていた状況もしばしば発生した。これに注目したのが、後にアメリカ軍 C4 i 改革の父と呼ばれることになるジェディオー・タトルであった。1981年、第8空母機動任部軍司令であったタトル少将は司令部用の部隊管理費から捻出した2万5000ドルの資金と3人の部下を使い、 艦隊で開発、使用中の数々の計算器用プログラムを共通のコンピュータアーキテクチャに則っ,ったシステムとして開発した。しかし、この時点で採用されていた HP 社製の9845バイト型コンピュータは性能面でタトルの要求には到底答ええなかった。まもなくヒューレット・パッカード社は機能を大幅に増強した。 コンピュータ9020を開発し、また、タトルも新たな援助資金を獲得した。タトルは、蒸気のシステムを1ヶ月で、カラー表示に対応させ、海軍大学でデモンストレーションして、大反響を呼んだ。これは、その後、航空母艦、アメリカでの運用試験を経て、対戦戦闘における空母外周ゾーン防衛、対空戦闘における遠距離でのパッシブでの迎撃、 海水上監視及び攻撃などに幅広く活用され、ユスック1 1 2ジョッツアイと呼ばれた。また、HP-9020 コンピュータは DTC-1 として正式化された。1983年、ジョッツアイは、機械発のすべての戦術的意思決定支援システムの機能を統合し、大西洋艦隊のすべての航空母艦及び巡洋艦に装備された。 1984年 JOTS-i にリンク11を統合し C4i システムとして必須の4つ目の C をグビすることとなった。これがユスック -112AJOTS-2 で先日データリンク機能の追加のほか従来より備えてきた機能についても全面的に改良されており基本的なプログラムは30万行のコードからなっている。JOTS-2 は ユニックス系のシステム上で動作しており、より進歩した3-4、110を DTC-2 として採用している。DTC-2 は 32MB の種、記憶装置と 500MB のハードディスクドライブを有し、処理能力は 7MIPS である。また、同年、空母艦上において複数の戦術化によって、より効率的に情報処理を行えるようネットワーク化され、 これは、ジョッツ3と故障された。またコンピュータも、マイナーチェンジした、3-4,330を DTC-3 として採用した。1985年、ジョッツは、空母艦上に設置されている空母。空母戦闘軍司令部指揮所は、指揮統制上、作戦と戦術の結節点となる極めて重要な立場にあり、ここに、 ジョッツが導入されたことは重大な意味を持つ。また、ジョッツ4はさらに、艦上と陸上との双方向データ通信衛星回線であるカディクススにジョッツクススとして乗り入れ、これにより、全世界において艦隊艦、艦隊地上でリアルタイムに戦術データを伝達できるようになった。そして1987年、 大西洋艦隊参謀長となったタトルは、ノーフォークの大西洋艦隊司令部にジョッツ4を設置、アメリカ海軍唯一にして、世界初の情報融合センターとして構築した。これにより、大西洋艦隊 FCC は、指揮下の各艦隊に対して、それぞれの部隊の状況や任務計画、敵情や気象、海消情報などを統合して伝達できるようになった。ありがとうございます。